チャプター3、レッスン4、先にカットしてからタイムラインに配置しよう。ということで、紙面は65ページになります。え今回の内容は何どういう内容かというとえ、プロジェクトパネル、読み込んだ素材ですね。えー、この読み込んだ素材をこのタイムラインに配置していくわけなんですけれども、このまんま配置をすると、長い尺のまんまタイムラインに 配置されることになってしまいます。そうするとですね、結構タイムラインのこう面積を占める形になるので、たくさんクリップがある時っていうのはなかなかこう配置しにくくなってきます。なので、先にカットして必要な箇所をある程度こう抽出してここに配置しましょうっていう、そういう内容になっています。はい。ではまずですね、えー 65ページの1番ですね。ソースモニター、ソースモニターパネルでインテンを決める1番です。まず練習用ファイル3-4の,のプロジェクトファイルを開きます。そうすると、このような素材を読み込むことができます。そして66ページの2番ですね。まず使用するのがこちらのドックの11番ですね。この素材になります。 この素材の6秒の位置に再生ヘッドを持ってきます。6秒。ここにですね、タイムコードありますので、再生ヘッドを6秒、このように持ってきてもいいですけれども、結構6秒ぴったりにするのってなかなか難しかったりします。その時は、ここで、6秒。打っていただければ、6秒出すことができますし、今この、 カーソルを動かして6秒にするのが難しかったのが、えー、ここですね、今、タイムラインの広さを表してるんですけれども、ここの下のカーソルを狭めてあげると、タイムラインをこのように拡大縮小させることができます。で、このように拡大していくと、細かくですね、はい、このように動かしやすくなります。タイムラインが今すごく広かったんで、1フレームこう、きっちりするのが難しかったんですけども、 ここ、このようにクローズアップしていけば、6秒ぴったりっていうのを出しやすくなります。はい。で、6秒選択したら、インテンを決めるわけですね。最初のポイントですね。インテンというのは、こちら、クリックしていただくと、はい。このようにちょっと表示が変わりましたね。ここからスタートっていう風なマークを打つことができます。ちなみにこれはキーボードの i、インテンの i ですね。を押すことでも打つことができます。 ちょっと試しにやってみると、例えばここでやるとしたら、ここでキーボードの i を押すと、はい、ここ、インテン、インテン、インテン。このように動かすことができます。6秒で、インテン。次ですね。え、紙面進んで、次、ソースモニターパネルでアウト点を決めるということで、1番。タイムコードを11秒と20フレームですね。11秒と20フレーム。 ここでアウト点。アウト点隣にあります。アウト点はキーボードの O ですね。アウトの O。押していただくと、はい、これで、えー、ソースモニターパネルに、えー、このクリップ、始めと終わり、インとアウトを作ることができました。この状態で、えー、紙面進んで67ですね。この状態で、ソースモニターパネルから、 今、クリック、左クリックしたまんま、タイムラインにドラッグドロップします。そうすると、はい、ここ。さっき長かったのが、短いクリップを配置することができました。イン、アウトのところですね。でちなみにこれ、えー、イン、アウトが配置されたっていう分かりやすい一つのポイントっていうのがあって、それは、例えばこの、 ドックの10番見てみましょう。そうするとドックの10番、ここ小さいんですけれども、左上に三角形のマークがついてますね。この三角形の、ちょうどですね、こ、このあたりですね。三角形のマークがついてるっていうのは、えー、このクリップの始めを表してます。で、これ、一番最後まで伸ばすと、はい、また三角形出てきましたね。これがついてるのは、 このクリップの一番最後を表しています。なので、このクリップには三角形ついてないですよね。なので、っていうことは、インとアウトが打たれたものが配置されているっていうことになります。そしたら、67ページを進んで、68ページですね、もっと知りたいのところで、プロジェクトパネルでもインテントアウトというのを決められる。ということで、ね え、プロジェクトパネルこちらなんですけれども、実はですね、このクリップをこのソースモニターパネルに表示しなくても、簡単にインアウトを作ることができます。それの方法なんですけれども、まずですね、1番、プロジェクトパネルで、え、アイコン表示ボタンをクリックします。今このリスト表示になっているんですけれども、ここですね、アイコン表示にしていただいて、え、ー 今このフッテージっていう瓶の中に入っちゃってるんで、フッテージ瓶をダブルクリックして開きます。そうすると、各クリップがこちらに表示されるんですけれども、2番飛んで3番ですね。そうするとですね、このマウスポインターでサムネイルをなぞると、ここ、再生ヘッドが、ちょっと見にくいですね。移動するんですね。その再生ヘッドがあるところで、キーボードのアイ。 はい。そうすると、ここ、見えますかね青い、えー、範囲が出てますよね。ここがアウト点になってるわけなんですけども、このようにカーソルを動かしてサムネイルが変化していってますね。どんどん動きが。じゃあ、例えばここで、ここまでで使うとしたら、ここで O を押します。はい、そうすると、このサムネイル上にここからここまでっていうイン、アウトを作ることができます。 これはどうしてもサムネイルで小さい画像なので、なかなか正確にここでイン、ここでアウトっていうのは結構難しいかもしれないので、例えば結構効率よく編集したいときに、ざっくりここでイン、アウトを作ってタイムラインに持っていって、タイムライン上で少しこう必要な箇所トリミングしてくっつける。こういうやり方もなかなか一つの時短なのかなというふうに思います。 もう一回やりますね。この、例えば今までですと、ドック10番だとしたら、一回ソースモニターパネルにダブルクリックして移して、ここで、イン、アウトを決めるっていう方法もあるんですけれども、まあ、これをせずに、もうサムネイル上で簡易的にプレビューができるので、ここでもうインとアウトを作っちゃうわけですね。はい。そうすると、こういうふうに、え、表示が、 インアウト出ますので、この状態で配置すると。こういうやり方も一つできますよっていう案内になっています。はい、ということで、レッスン4の解説は以上になります。